今回はですね、エトロフ島へ行く方法ということで、まあ、知識として私がね、知り得る情報を提供したいということで話していきたいと思います。あらかじめ申し上げておきますと、そのビザを取得してですね、あの、エトロフ島へ行くことをですね、推奨しているわけではありませんので、まあ、日本政府はね、あの、掃除した生き方を自粛するように寄せ出してますので、改めて、 ね、その,後のところは触れておきたいと思います。行、まあ、き方としては、ですね、まあ、政府主催のですねビザなし交流というものがあるんですけれども、まあ、こちらはですね、あのムネオハウスとかね、あの丸山穂高の発言とかでね、有名になったもので、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ、一般人は普通に行けなくて、ですね、まあ、元島民とか政府関係者とか、 母産とかですかね。墓へ、墓へ参るのにね。行くとか、そういったことでないと今行けないので、まあ普通の方はね、ちょっとこの方法では行けません。で、2番目にですね、まあ観光ツアーといって、当時の安倍首相と一緒とプーチン大統領でですね、観光ツアーを始めようということで、あの、申し、申し入れてるんですかね、その、調整が始まって、実際に、 今年くらいですかね。あのー、旅行関係者が、会社の関係者がね、行ったぐらいで、まあ、40万円ぐらいするんですかね。まあ、定番のね、温泉とかそういったところに行ったみたいなんですけれども、ホワイトロックとかですかね。まあ、これもですね、まだ実際にその、まあ、コロナの影響もありますし、ツアーとしてね、一般人が行けるような状況ではないので、まあ、もう少ししたらね、この、行けるようになってくるのかもしれませんけども、 現状としては、なかなか難しいのかなと思ってます、また、そしてね、こう、エトロフ島のね、定番ツアーとかになってしまって、人がパワーに行きたいとかね、そういったことは難しいのかなと思います。で、最後にですね、一般人がまあ行く方法として、ビザ取得というのがありまして、まあ、ご存知の通りですね、その、北方領土は、ロシアが実効支配をしておりまして、 ロシアのビザを取ればですね、まあ、日本人でもカラフト経由、サハリン経由でですね、行くことができます。ただ、その方法をするとですね、そのロシアの実効支配をですね、認めることになるという説明で、まあ、政府や外務省はですね、自粛を求めるということなんです。で、法律に触れるとかね、その捕まるとかそういうことは全くないんですけれども、 まあ一応ね、外務省からお叱りを受けたりとかね、言ったことが分かるとですね、パスポートとかはチェックしてるわけではないと思うんですが、そういったことはありますね。で、まあ私のですね、一応、北方領土に関するですね、見解を、まあこの場で述べておきますと、これは個人的なものなんですが、まあ国境未定地というのはですね、あの北方領土を与党だけではなくてですね、 カラフト、ミカラフト、いや、その、チシマ列島全部ですかね。もう含めて国境未定地だと思ってて、まあ、その政府の言うね、4島だけ正っというのはダレス同活があったからね、そうなってるだけなのかな、と歴史を学んだものからすると思います。なので、4島に限らずね、あの、自粛しろとか、そういうこと言われるならまだわかるんですけれども、 もうちょっとね、そこの辺は私の個人の考えとしては、政府はちょっとレス統括で4等しか要求しないのはおかしいなと思いますね。で、まあビザを取得するにはですね、まあ、ロシアの旅行会社へお願いする必要があります。ここで、ね、私が知ってるところはですね、5スターロシアっていうところがですね、まあ日本語でとなかなか話が進まないと聞いてまして、まあ英語だとね、簡単に。 話が進むって話は聞いまあ40万円ぐらいあればいけますかね。で、どうしてロシアの旅行会社かっていうと、まあ日本の旅行会社もできないことはないらしいんですが、その、まあ観光庁にね、怒られたりとか外務省に怒られたりとかいろいろあるので、できないということのようです。で、期間としてはですね、まあ、2ヶ月前くらいからですね、準備する必要があって、 なぜかというと、その1ヶ月前には国境入居証というものを、ね、発行しないといけないようで、それまでにね、パスポートのコピー揃えたりとか、なので、まあ、すぐね、行けるわけではないので、3ヶ月前とか4ヶ月前とか、まあ、早ければね、半年前ぐらいから、こうやり取り始めてね、行けば行けると思います。まあ、繰り返しになりますけれども、あのー、この行き方とかね、 えっと、普通へ行くことを進めているわけではなくて、まあ、どうしてもね、行く必要がある場合とかね、まあ、知識の教養としてね、情報提供したわけで、まあ、進めているわけではありませんので、念のため申し上げておきます。以上です。ありがとうございました。